保持する時間が長い中で、最終的に相手を崩すことができずに、勝ち点3取れなかったことはホームですごい残念です。もうあと残り6試合しかないので、もう毎試合毎試合次の相手に勝ち点3取ることを考えて、サポーターの皆さんと最終的に喜び合えるように頑張りたいと思います。個人的に得点が本当に取りたかった試合ですし、そういう皆さんの期待を背に戦ったんですけど、
まあ、ゴール取れることができず、ちょっと悔しい思いでした。すごくチームとしていい状況できていると思います、出てる選手、出てない選手、チーム全員で本当に戦っていると思います。だからこそ皆さんもぜひ共に戦っていただきたいなというふうに思いますし、今日も温かい、そして熱い応援ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。相手がブロックを引いてきた中で、まあ、自分たちのボールを保持する時間というのは長かったですし、まあ、でも その中でこう点を取れなかったなので、まあ、内容としてはそんなに悪くないと思いますけど、まあ、結果がついてこなかったゲームだなっていうふうに思います。まあ、今日もたくさんのサポーターの皆さんが、応援に来てくれて、とても、力になりましたし、まあ、今後6試合今日みたいなゲームが続くと思うんで、まあ、しっかり勝てるように準備していきたいですし、まあ、上位とのゲームが続くので、チーム一丸となってしっかり戦っていきたいと思いますので、残り6試合、一緒に戦ってくれたら嬉しいと思いますし、応援のほどよろしくお願いします。